これさ、もう勝手に回しちゃってるんですけど、え、どう回ってるんですか。ご飯食べて、はい、帰ってくるのに1時間半ぐらいかかっちゃう。あれおかしいですね。はい、まあ、この後名古屋とか、はい、大阪って名古屋とまた九州があるじゃないですか、はい、そんな話を、はい、あの時間をどこで、まあ、顔出せるかって話しました、はい、もう時間割りみたいになってる、はい、ここはあの僕が LINE を作ってます、はい、LINE システムっていうですね、はい、ここでまああの3年前から契約してあの G7 のストラテジックフィネスっていうラインを今やってます、はい、まあ、ちょっと中に行ってみましょう、はい、こんにちは、どうぞ、まあ、このラインなんですけども、はい、あのまあ、もう散々宣伝してきましたけど、どういうとかっていうと、まあ、超ハイクオリティのウロロカーボンラインで、まあ、あのライトリグフィネスの釣りに特化したところをちょっと僕が担当させてもらいました、はい、でまあ、4.5 ポンドまで上は特徴は2ポンドプラス 2.5 ポンド 3プラス3.5 っていう、はい、逆じゃないですか、まあ、この 3.5 と3プラスの使い分けってあるんですか。はい、やっぱね、3ポンドっていうのも 0.151、まあ、148から 0.151 っていう太さなんですけども、はい、まあ、この太さと 3.5 ポンドって 0.169 ちょっと間空いてるんですよね、はい、でその間空いてるところがやっぱちょっとどうしても間が欲しい。例えば、はい、3ポンドだと怖いんだけど 3.5 だともうあの取り回しが悪い、はい、あのディープででかいバックさせるところなんで 3.5 だとやっぱ沈めるのに時間かかってしまったりとかする、はい、でも3ポンドだとどうしても怖い、そういった時に3プラスっていうラインを選択します。で、まあ、基本的にはラインってその太さによってやっぱ強度も変わってくる、はい、それは材質と太さなんですけども、はいはい、材質は一緒なんでその太さで、強弱がやっぱ出てくる。それを微妙な、まあ、3ポンドが大体 0.85、はい、で 3.5 ポンドがこれが1号なんですけども、はい、その間の 0.95 というところであえて作って、あの太さで調節してほしいなっていう。まだあと2ヶ月ぐらい亀山ライトリグ、はい、頑張んなきゃいけない時期だと思って、この今年の2018年の傾向とか、この糸をこの太さあたりが使いやすいんだけどってのがあれば、はい、亀山専用で教えてもらいたいです。そうですね、亀山だと、まあ、冬は僕 2.5 ポンドで、はい、ディープのエクアムのダウンショットをやることが多いです、はい、立ち木周りだと3ポンドプラス、3ポンドプラス、はい、だから3ポンドプラス あのダウンショットと 2.5 ポンドのダウンショットを1本ずつ持っていって、はい、あと3ポンドのスモラバやジグヘッドを持っていくスピニング、その3本で冬はやってるんですよ、はい、でこれからの時期はあのシャローに魚上がってきますよね、はい、まあ、ミノーイングとか中心になってきます、はい、でシャットとかだとやっぱ 3.5 ポンド、まあ、3プラスこれね、飛距離が欲しい時、3.5 ポンド投げてて、はい、届かないなっていう時に、はい、3プラスにしても3までいっちゃうとやっぱりロストが怖くなってきますよね、はい、っていう使い分け方をしてみたり、はい、あるいはもうちょっとシャローに魚上がってくると今度はダウンショットからジグヘッドバッキーとか、はい、そういったのでプリの上がってきて熱をするようになるんですけど、はい、その時は3プラス以上、普通なら3ポンド使うようなライトリグのシーンでやっぱりでかいのが来ることを想定して、はい、ちょっとプラスしておく、3.5 にしておくっていうことをすると、あの思わぬでかいのがかかっても、はい、亀はとんでもないの出ますから、はい、それを上げることができるかなと。狙い目としてはやっぱ2月の南風春一番とか入ったあたりとかから、まあ、最低水温というのがあるんですけども、はい、それを過ぎた時からもう僕はシャロの割合が多くなります、はい、ただシャロは100にはならないです、はい、まあ、冬の間はディープ 100%、はい、で、まあ、2月の濃い気球に従ってシャロを 20% ずつ1週間ごとに上げていくような感じで、はい、3月入ったらもうほぼ 80% がシャロ、20% ディープに可能性を残しておく。あ、もうこんな早くディープって終わっちゃうの。はい、ディープも魚釣れるんですけど、はい、動いてるんで、はい、追っかけるのがシャローと同じくらい難しくなっちゃうんですよ。あ、昨日この辺釣れたのに今日何にも映んないなんて、はい、ザラにあるんですね、はい、その魚を追っかけるんだったらシャローで一発をかけた方がでかいのが混じるんで、はい、したがって釣果はすごく安定しなくなるんですけど、でもやっぱり3月入ってくるともう完全にシャロー、はい、3月第1週でシャロー 80%、はい、第2週でも 100% シャロー、はい、っていう感じでやってきます。横の動きに切り替えていく、はい、ダウンショットからスプリットとかライトキャロとかに切り替えていくっていうのはどういう目安とかってなんかあるんですか。まあ、水温が上がってきて、はい、まあ、7、8のシャローに魚が上がってきてるなって感じで、今一応最低水温の 4.5 はいってないかな、今年は冷えてるけど、まあ、多分5度ぐらいだと思うんですよね、はい、5度ぐらいから上がってきます。ただ亀山相手、はい、南房総にあるんで、はい、雨一発でものすごい急に水温上がっちゃうんですよ。一気に4度とか上がっちゃって、はい、でも気がついたら10度超えちゃってた。でもそこで停滞するんですよ。その停滞してる時期が横の動きに良くなってくる条件を作ってる時期です、はい、で横にその
状況からじわじわ水温が上がっていく、はい、まあ、それに従ってどん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 シャローに魚が上がってくるんで、はい、まあ、水温が一気に上がったタイミングからは基本的にはシェイクからズルビキとかに変えていくような感じかなと思ってます。はい、まあ、横の動きに反応するっていうことなんですけども、はい、それは松の多分視界と行動範囲の問題なんで、はい、基本的には冬だって横の動きで食わしてるんですよ、はい、だからそれがスローか、はい、速いか、はい、あるいはシャローに上がってきた魚がシャローなんでね、ディープだとサスペンドしてますけど、はい、シャローに上がってきた魚はやっぱりボトムから上がってくるんで、はい、ボトムべったりの方が食いやすくなるんで、ダウンショットよりもスプリットショット、はい、キャロー、はい、あるいはジグヘッド、はい、そういったものが良くなってくるような気が僕はします。はい、あとはまず上向いてくれる、はい、出れば、はい、天気が曇ってるとかベイトが入ってるとかだったとミノーで、あー、ワンテンジュニアとかで結構いいように動かしてるんで、そうですよね、はい、ワンテンジュニアはじゃあ、あ、でもさっきおっしゃったように、はい、ちょっと2月からさっきの割合で浅いところを攻めるっていう時に、はい、ちょっと混ぜていく感じです。混ぜていく感じで、はい、まあ、今の今週でしたら僕だったら多分朝一、はい、1回そういうシャローフラットのあるところ人流ししてから様子を見て、はい、ディープを見たり沈んでる物証を見たり、ミドルレンジを見たりしながら、今日はまだディープかなとか、今日はちょっとシャローの雰囲気が強いからシャローに時間かけようかなっていうのを決めて、はい、シャローの時間かけるとやっぱカバー、まあ、カバーまでまだ入ってないんですけど、はい、カバーに入り出すのは3月半ばぐらいだと思うんで釣れますけどね、カバーでももちろん、はい、まあ、本格的にカバーに魚が入ってくるのはまだ先だから、カバー周り、まあ、ビッグベイトとかそういった釣りっていうような流れを作るかな。森プロがあの、はい、プラッギングをするときにこの G7 の中で使ってる糸の使い分けとかって太さとか、はい、ね、亀山でワンテンジュニアでいうとワンテンジュニアワンテンやるときは10ポンド10ポンド、はい、まあ、8でもいいんですよ、これはね、はい、飛距離やっぱり、はいはい、巻き替えていくってわけでもいかないんで、はい、距離を取った釣りをしたいときは8ポンド巻いてるし、今日はワンテンの方が多い、ジュニアじゃなくてワンテンを投げることが多いだろうと思ったら飛距離は出るから10ポンドで十分みたいな、はい、まあ、差も違いますからね、ワンテンジュニアはシャロークランキングっていうあの、はい、65ML っていう竿で、はい、やりますし、ワンテンの方はビヘイビアっていう、はい、65M っていう竿でやってますんで、はい、まあ、それによって10ポンドと8ポンド巻き替えていったりします、はい、まあ、あとはビッグベイトだったら14ポンド、はい、16ポンドでも亀山だったら14かな、はい、あの5キロぐらいの魚が来ても16で取れないところは14でも取れないし、14で取れないところは多分16でも取れないと思うんですよ、はい、16だから取れたわっていうシーンがある可能性よりもまずかけることが大事だって考えたら14に落とします。で、太い糸使ったら亀山はまず口使ってくれなくなる時もあるんで、切られることはもちろん怖い、はい、魚もかわいそうですから、はい、切られないラインを使っていただいて、はい、細いラインで食わしていくっていうのはやっぱりでかいマスをするコツかなと思います。ありがとうございます、はい。